はいどうも皆さんこんにちは、サンキューのランシペです。今日もことらまやっていきましょうということで、今回はですね、車力の巨人をですね、完全無課金編成で攻略してきました。先日出した動画のですね、潜水の巨人よりは比較的簡単に、そして短時間で、クリアできるのでですね、ぜひ皆さんも参考にしていただけると幸いです。そうですね、睡眠、敵のギミックが睡眠ということなので、セクメツトをリーダーにするとほぼ、完全に睡眠を無効にできます。いやこれね、昔は 70% ぐらいで止まってたんですけども、情報修正により、ね、100% までカットできるようになりました。非常に強いですね。はい、でもう睡眠が 100% カットできるので、攻略法としてはしっかりとゴムを解除していくというところだけになります。それ以外ね、あんまり意識することありません。まあ、強いて言えばヒールを壊した後にしっかりと弱点属性を、弱点テーマをついていくことですね。はい、サイとかケイとかセンとかサンとか、このあたりの弱点をしっかりとついていくようにしましょう。潜水の巨人をリーダーに、獣の巨人ですね、獣の巨人をリーダーに編成してもいいんですけども、セクメツトに関しては大陸を周回するだけで満腹にできるキャラクターなので、ぜひリーダーとして使ってみてください。一つ難点を言うとすれば、セクメツトをリーダーにした場合ですね、魔種族のキャラクターを6体、編成しなきゃいけないので、まあ、その点でね、若干編成に縛りがあるので難しい点なのかなと思います。なので、セクメツト満腹にしている方であっても、まあ、魔種族を6体入れるのが厳しいという方であれば、獣の巨人をリーダーに編成して、まあ、同じようなデッキを組んであげればクリアはできるかなと思います。はい、まあここが、最低ライン、勝利の最低ラインだと思って、徐々にねここからガチャゲーのキャラクターに入れ替えていくっていうのがいいのかなと思いますね。例えば、セの文字ですね、セクメツトだったりとか、水酸素だったりとかを、戦慄とかですね、弱体ガード持ちのセに切り替えてあげるとか、まあもう少しイとかんを増やしてあげる、メッキーマリエスを威圧とか、あとは目ですね、目に、切り替えてあげるとかしてもいいのかなと思うんですね。はい、で、この盤面なんですけども、僕ね生産性作ってますけども、死を入れておくと精神整理が作れて、非常にヒールブロック割りやすくなりますので、2ターンに1回ねこの盤面が、来るので、精神整理作ってみてください。で背とかね、死とか、差とか多めに入れておくと勝率グッと上がりますので、特にですね差と背多めに入れておくことによって、ほぼほぼ通過単位の弱点がつけることになりますので、おすすめです。で、このデッキの、まあ、ちょっと難点というか気をつけなければいけない点に関しては、ヒール役が、拒絶1体しかいないので、まあ、拒絶の服があんまり上がってない人は完全にこれと同じデッキ編成だと厳しいのかなと思います。別キャラを持ってきて回復キャラを入れてあげるようにしましょう。まあ、例えば、キリュウとかですね、木属性の、弱体ガード回復持ちですね、入れてあげるようにすると、まあ勝率が安定するようになるのかなと思いますね。ここで終わる。おいの前に出るんじゃねえ。はい、ヒールを終わることができたので、ここから先はもう通過単位の弱点をバシバシとついていくだけになります。サイとかね、ケイとかサンとかセイとかセンを狙っていくだけになりますので、もう簡単な作業になっていきます。でですね、まあ意識するところに関しては1個だけですね、潜水の巨人を弱体マスに入れてあげると、まあ効果が、攻撃力のね効果が上がりますので、まあ、おすすめですよという感じですね。であとはですね、キノコとダマンの凄技発動条件を2回達成、これはですね結構気をつけてないと
場所指定があったりする言霊マンも編成されてますので、しっかりと各々のね、言霊マンの発動条件を確認しながらスゴ技を2回発動できるように意識していきましょう。はい、でですね、やってて気づいたんですけど、セクメストめちゃめちゃ攻撃力高いですね。はい、こういった場面でバコーンとね、強い攻撃を入れてくれるので助かりましたね。はい、で、僕ね、このレア度の星4である、ね、ザクロを入れているんですけども、まあ、これなぜかというとですね、ザクロ発動条件が4文字だけなんですね。場所指定がないんです。なので、編成しています。しかも文字がサなので、サイでもサンでも通過単位を発動できる。で、4文字発動条件なので、4文字を作るだけで、スゴ技のね、条件ボムをクリアすることができるということでね、編成しています。はい、で、今一瞬ね、潜水の巨人を持ったけどやめた理由としてはですね、潜水の巨人をフルで活かせるような場面ではなかったからですね。できれば弱体マスに出てスーパー弱体ガードの効果を得たいと思ったから、一旦保留しました。まあこういったね、立ち回りも必要にはなってくるのかなと思いますね。はい、これで、とどめの一ターンという形になります。ぜひね、まあお時間がある方だったりとか、ちょっとね、縛りプレイでプレイしてみたいなっていう方は真似してプレイしてみてはいかがでしょうか。潜水の巨人よりはね、比較的簡単にクリアすることができます。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。